サンディングを行います。この運動で肩の可動域を改善しましょう。肩に痛みが出ない範囲で肩を前後に動かします。この時に背中が丸くならないように注意しましょう。20回を1セットとし、3セットを目安に実施しましょう。